先生変えまして、以前はピアノを、ね、僕はメインで弾いたんですけども、ギターとの、ね、アコーディオンの相性がすごくいいので、できるだけ一番上ですね、この伴奏で歌っていただけたと思います。他ではなかなか味わえないラコーダーを歌うのそんなすんでオリジナルアレンジです。続きまして今度ですね、坂本九の歌いました、見上げてごらん、これも歌声の定番、一番歌声が盛り上がったですね、60年代の曲ですね。で、歌詞カードの方ちょっと訂正ありますので、赤いとこ、黒いところをですね、省いて歌っていただきます。3コラスまであります。はい、じゃあ見上げてごらん、部分を歌ってください。じゃあ上を向いてはこう出てくるんですよ。
後ろなどに行かずに前向いて上を見て、はい、続きまして今度は季節の歌ですけども、早春譜という、古い曲、舞台はですね、これ長野県の穂高町大道農園ですね、安住坂とかの辺のですね、北アルプスの畑とかですね、そこで早春譜です。まさに今3月のね、季節になってきたんじゃないかと思います。大正2年。大正2年だ。大正2年だ。大正2年。15年で92だから、2年って言うと13、100歳越してますね。すごい。はい、じゃあ総集ですね。
節の音楽やなったボルスキーを始めてくださいね。ね、なのかな、まだあまり書いてない。心って漢字だと難しい字ですよね。ね、心ってやっぱりないけど、なんかネズミっていう字に似てる。ネズミそれってな、あのドレンをダントって呼んでるんですよ。では、あの、モノクロですね、一人の方、お聞きください。Thank you.
ラシックのソパルニ歌手なんかもコンサートでは出番をして曲を歌われているのが楽しみです。はい、じゃあ前半というかちょっとね、これ1曲、もう1曲歌ってからちょっとお茶をですね、気持ちで歌います。はい、バラが咲いたという曲、1966年に、作った曲なんですけど、ちょうどフォークソングっていうか、というのが流行ってきた、歌謡曲とか演歌からというのが出てきたと思いますので、歌詞の内容がすごく分かりやすい曲です。まんま見てみたいな。マイク巻きに当たりまして、サブとか、あとにもいろんな方がカバーされています。はい、じゃあ、バラが咲いた、C。
Thank you.
けていただいて、今日はできませんけど、皆さんどうですか、美しい10代とか、テレサ天の空港とか、あの出演曲のありがとう、あもうこれリクエストしてくれた人は絶対次来てくれって、ね、ありがたいですね、ありがたいありがたいですね、バックあるものは持ってきますけど、なかったら全部ミリコピーでバックに落としてじゃあ次再開していきますかね。前半はですね、結構季節っぽい曲とかやつの、ちょっと後半はフォークソングとかですね、歌謡曲なんかを選んできてますので、皆さんご存知な曲が多いんじゃないかと思います。森山良子の歌いました、このヒロインの話を歌います。これなんか銀座の画廊にあったスケッチブックに書いてあったこの詩が、30分で森山良子が30分で、桜の木の下では5分ですけど、それを出す、確かに桜の木のスタンダードの昭和の平成の平成の誰も知らない、それも知らない。それではこのひどい G で1、2、3、
喫茶店っていうと1階じゃなくて地下に行ったりとか地下ね、どんなところじゃない純喫茶だベルベットのようですね純喫茶石橋にはね、石橋にが宇都宮まで行っちゃうそんな時代もですね、世界があったね副業だったねじゃあ、世界の人に行って構成がすごくて、結構困りますけど皆さん言うには、この感想が、こんな曲が出てくるのは、他じゃないで、もっと才能のあるプロの誰かの作った曲ですので、実は弾くの難しい。弾くの難しい。弾かんと頑張ってる。はい、じゃあ、学生街の喫茶店を聴いてください。発売されたんですけど、同時発売でもね、ハイパイセットも
になってますよね。この舞台もですね、現実にある場所をみんな走りたみたいで、電車から見えます。いわゆる柳の木っていうか、実在の柳の木があるんです。はい、じゃあ松戸親父じゃなくて荒井さんがいるのを次は神戸生徒さんが卒業式です。じゃあ行きます。
きましてですね、今回もなんかリクエストをいただいてます。運転ってことは自分の選曲がやっぱりいいかなと思います。大体5番街のマリト悪友作詞福谷俊一の1973年みんな同じ頃ですね、卒業写真とか学生それでは5番台の マリーとかね、マリー、サニー、
あの、昔のロンドンハワイの頃の。ロンドンが続いていますよ。なんかここにハマった人がいるよね。まあ、ハマったね。ここまで行けるの出ないですね。はい、5番街の間に見たことがで真夜中の見たらしいんで成長したことあるよ、2人は痛いこの辺に来るかあんたはい、自画家本が出てきましたこれも1969年ですどうぞ街角と
メージ的に岸本佳代子が白いギターを持って岸本佳代子屋根の上で古いギターを持ってるみたいだからな、こんなのっていうのがこんなのがこんなのがあって、それでなんか電車系の白いギターですよと言いますか時間ですよ、寺内買ったの、寺内買ったのよ、最後のとかそうだそうだ本当に昭和のいい時代でした。はい、昭和のいい時代の放送で小さな日記、ちょっと悲しい状況なんですけど、山岳出身の、婚約者なんですね。単独で行った、白馬の方のですね、山登って歌った実話に基づいて、作られた曲だそうです。白馬の頭蓋血球っていうのがありますね。残されたですね、奥さんが病気だった人が泊まって、その胸を長く抱えて気を切ってたみたいです。その時はまだあるそうです。はい、それも1968年です。18歳でした11歳です。はい、小さな
でしょ。ありがとうございます。続きまして、シクラメンの香り。セアキラが、1975年。作ったら、僕だけ。自分が中学校の時ですね、ギターの弾ける友達がいて、その人がよく学生、学園祭でこの曲を弾いたのがすごいかっこよくて、ギターソロを歌って、でも、あったでしょ。Oh.
僕これびっくりしたんですけど、この題名ああ人生に涙ありを知ってる方がこの中にいらっしゃるんですよね。題名だけだと分かんないんですけど、ドラマ名は水戸黄門のテーマです。最初のキーッとかねキーッじゃなくて不思議みたいなのねでこれテレビドラマであの TBS のですね大野英二郎さんが1969年から83年までだったんですけども、その前は白黒のやつで月形龍之介でしたね。月形龍之介の水戸黄門は品がありました。大野英二郎なんてくそ品がありました。もともと映画で、そう映画でやってる。そうですね、昔は映画です。でその後あの大野英二郎が変わって石坂浩二がやって新しいところで去年のですね10月から、武田先生がやって、で2ヶ月で10回も聞かれた。廃盤いやですよね、武田先生やっぱり木橋先生なんて木橋先生なんて笑いになっちゃう。笑いそうか、こうなっちゃう、ね、逆に笑いと僕は前がやりました、あれ里見幸太郎もやってることあるやないや、やってましたよね。スケさんがね、訪問様になっちゃったやっぱ里見幸太郎はスケさんですよね。そうですね、横内さんですね、時代劇がなくなっちゃってね、NHK の日曜日のジジババたちの恋の男なんか鬼平犯太郎とか上谷長七郎の朝4時半からやってます。はい、じゃあ、あ人生に涙と実は僕のこれアコーディオンのですねレパートリーだったんで、リクエストされた時すげえ嬉しくてやりと思って。では、姉妹の姉妹、はい、じゃあ、はい、ああ人生に涙ある一部の最後です。Thank you.
この間にリクエストなんかも受け付けておりますので、今日歌える曲も次回の、ね、宿題の曲も、リクエストしてください。生きるように生きようよ。かっこいいのね。頑張ってね。今まであんまり知らないこと言ってないよね。今まではね、よく言ってたこれ難しいね。じゃん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 。俺らのパラパラジェティジェダそれだったら俺のっぽいよね。そうそうそうじゃん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 。あ、そうだった。あ、そうですか。死ぬないのかしら。でも3番まで近かった。これ3番、3番いいですね。3番いいよね。かっこいいよ。3番もね。涙が出ました。またこれも上引けた。ラブさん、それさ、片方に一緒にしちゃってくれない？
でね、桜坂ピアノがあるんですよ。この桜坂ピアノがいいですよ。本当にいいお店なんですよ。厳選かけなかったら23ミリですよ。よりネタがありますよりネタがね、より ネタが3人しか大正ロマン大正難しいですよ、大正バイオリンの雰囲気を出すのはちょっとわざと音をずらすのが外すのが外すのが技返しでしょそうですね、そうですね、あれはできない日本の話が違うから大正の雰囲気やったけどあれ習得するのに相当違うからあー、分かんない物はいいよI'm not afraid to die.
の旧琵琶湖中高の歌をいただきたいと思います。ゲスト、ありがとうございます。キーマなんですかね。え、F ですね。F です。ちょっとやったことない。最初は。ゲスト。Thank you.
低いリクエスト、補聴です。補聴。
知り合ってるね、あのラグさんとはね、カヌー仲間だ。最近はもう大昔の話ですよ。沈んじゃうかもしれない。体重50キロ浮くんです。はい、じゃあ賑やかに。今、はい、F です。F、はい。忙しい。忙しくて。
田舎なれどもさ、南部の「おなかいっぱいだ、もうぞ」
ね、黄色い本 B の11ページあのドレンというちょっと字が難しいカットってやるのを近いんですけど、これあくまでもね、とちおとめバージョンなんで、あの本番でやってるのとまるっきり同じなんで、ちょっと曲が長いんでね、途中寝ちゃった方がいいですけどね。じゃあどれ聞きますかね。これ五木ひろしのどれです。夢など見らない。予定
すと寂しさの明かりが灯る優しい青い本のですね、経営の13ページです。里の秋。季節は春別の体が今から実現されるです。歌本では3番までなんですけど、他にもいろいろリクエストありますので、今日は2番までです。Oh
青い曲、青い本のですね、7ページ、高校3年生、その卒業の、これ、セーフ。熊谷さんはセーラー服か。そうですよ。今持ってますか。持ってません。あったら来ますか。来ません。スカートは持ってません。スペイリーは取ったら来ました。スペイリーは来ます。この間はトイレで男と間違えました。女子トイレから出てきたらおばちゃんがあれ男トイレだったんだって男トイレだったんじゃました。仕方見しぬきでね。そう、本気でそう思ってたもんね。すごいね、女の人柄は分かんないね。トイレで間違えられたの初めてだよ。ここに鼻つけるの捕まっちゃうかもしれない。頭おかしい人と間違えたら、そういう時だけ入る時だけトイレで間違えられたら。どっかの鍵を、男の鍵を渡されたら、どうあれ、ああいう人の話すの大変ですね。だって、聞くわけにはいかないでしょ。あれ、女の人ですか、男の人ですかって聞くから大変だしね。聞いてくれる場合で。そのまま入っちゃって。いや、入っちゃって構わない。だから2回目行ったときは、ここに見えますけど、女の人ですって言って、そしたら覚えてたね、覚えてたね、1年前なのに、言わないんだ、はい、関係ありませんけど、高校さんです。Thank you.
黄色のですね、右の7ページ、黄色いポーズの7ページにある、ふるさと浪江というね、今日もあの 3.11 のね、募集で浪江が映ってましたけどね、避難解除、ね、帰れるじゃなくて、ね、なんでしたっけ、無償住宅のね、影響を打ち切るという。こんな適当な女性じゃ農家はやれねえっておじさんが言ってましたね。適当だよね。ちょっと削って茶色い土を入れるとね、もうそこは除染したっていう意味なんですよ。除染になって除染、その土地の一番高いところをまず計測するんですよ。でそれを写真撮って、で今度土をかぶせて一番低いところを見つけて、そこ写真撮って、ここの除染は下がったと。それが例えば洗濯機があった跡とか上にあるんで物があるから、そこの下だと低いでしょ。低い、そういう、そうするとそういうところを測って残して低くなったっていうんですね。そこを全部は OK っていう、そうしてっていうのが現実ですかね。っていう女性作業員の人が聞きました。お家はねもう全部きれいに残ってるんですけど、残ってはいるんだけど、もうハクビシンとアライグマと小動物の住みか、あとイノシシとサルと、サルとヘビももうほら作物、柿とかナルミは全部なるじゃないですか。そうです。だからみんな食べちゃう。食べて、ね、つゆしのげつでしょ。もうあの布団の中に子供がいるっていうことじゃない。うちへ帰ってタンスを開けて、うちへ帰ってもね、もう感染症が怖くて住めない、うん、掃除もできない、一切住めない。ただそれでもね、やっぱりね、あの週末とかいろいろちょこっと時間を見つけちゃう帰って、庭の手入れを皆さんしてるんですよ。だから庭だけはね、除染、一応除染してあって、砂が敷いてあって、あの作物じゃなくて、あの植木の手入れがしてあるんでね、まるでちゃんとしたお家みたいなんですよ。崩れてないし、でも若い人がそこで赤ちゃん育てられるか、育てられないのか、どう考えたんで。そう、この歌詞に出てくる鮭も帰ってくるんですけどね、食べ、今朝やってましたけど、やっぱそこの鮭を食べるかって言ってもね、第一原発まで2キロぐらいですからね、浪江のこの受け戸の幅から、そう、まあ、私たち見てきたんですけど、ただ第一原発は見えないんですよ、一切。要塞のように、要塞のように、もうどこに入って細い道行こうが見えないんですよ。で監視カメラだけがやたらあるんで、うちらの不審者ばっかり。そうそうそう、一流一流のナンバーね、すれ違うのパトカーばっかり。青いね、ブルーピーポーね。そうそう、なんかねパトロールをしてるんだ。モンシロチョウは飛べないんですよ。ちょツバメ、そう、ツバメもあの巣を作るのに土を加えるでしょ。なんで結局あの全部放射能を体に入っちゃうんで、ツバメも高く飛べないし、なんか尾の長いのが短くなっちゃうんです。そういうのはやっぱりテレビでも言わないじゃないですか。現地の人はそれを間近に見てるんで、モンシロチョウはやっぱり飛べないって言ってましたね。やっぱりね、声を大きくしてあげられないって、やっぱり、ね、金の問題なんですよ。お金をもらってるでしょ、東電が。多いところは一件で、多いところは1,500万、1月1日に振り込んで、俺の友達が東電に勤めてて振り込み担当してるんだけど、嫌になっちゃって1年に1回前払いで1500万振り込むんだよって、そしたら働かないよねって。そうですね、そういう側面もあります。あります。で、あの本当に赤ちゃんから何から、ま、あの息のある人がいる家庭は1人1ヶ月10万なんですよ。5人家族で50万。50万。そしたらもう働かなくなっちゃうじゃないですか。だから、ね、それ以外に、ね、就業保障。就業保障。そう。あとね、そのさっきみんなから集まったね。そうそう、義援金。義援金の分配。
それだからね、向こうの人がお金がないなんて思ってね、あの洋服とかね、ああいう下着とかね、下着とか持ってくんだけど、ああいうのはね迷惑だぜ、迷惑サイズが合わないし、そうそういらないって、そうあのトイレットペーパーとかはね、うん、ああいう消耗品はいいって、うん、服とかはいらないですよね。だからレクサスとプリウスが一番売れたのが福島ですよ。もう仮設住宅行くと私たちボロボロの車乗ってたのにみんなプリウスと、ね、レクサスが止まってくるんですよ。ずいぶんあのお金恵んでもらってる。そうそうそう。おかしいね、もらってやる言ってんのにね。じゃあ行きますか、ふるさとナビ。アコーディオンが入るんですけどね、またこの音がね、たまんないんですよ。いかにも、もうね、掴みますよ。16で黄色い
名が最後だとね、ちょっと寂しいので同じ復興ソングですけど、前を向いて歩きましょうという、自分の街を築きましょうっていう、これもすごくいい歌です。じゃあ歩きましょうね。はい、はい、